正木町西小泉の県警察学校で4日入校式が行われ、警察官と一般職員合わせて113人が新たな一歩を踏み出しました。有効性入校したのは短期課程が48人、長期課程が48人、一般職員が17人です。式では入校生の名前が一人ずつ読み上げられ、飛田雄生巡査34歳が代表で辞令を受け取りました。両親の目に従い、不偏不党かつ公平忠誠に警察職務の遂行にあたることを固く誓います。これに対し河合博文学校長が、社会の役に立ちたいという気持ちを忘れず、さらに熱い使命感を築き上げるよう精進してほしいと激励しました。高木隼人本部長は、任務遂行に国民の信頼が不可欠と自覚し、全課程に真剣に取り組んでほしいと訓示しました。新入生は刑法や刑事訴訟法など関連法令のほか、銃剣道や逮捕術などを20日からおよそ10ヶ月の間学びます。各課程を修了した後、県内警察署に配属されるということです。